Bye. <laughs> 聖書はこの終末時代に対する厳粛な予言に満ちています今回は特に緊急を要する神から託された最後のメッセージについて考えてみたいと思います旧約時代の聖書の予言については大きく分けて3つのタイプの予言に分けることができます1番目の予言タイプは 救い主に関する予言2番目の予言タイプは当時のイスラエル国家に与えられた警告の予言3番目の予言タイプはその時代から見て未来における諸事件に関する予言ですまず1番目の予言タイプである救い主の生誕の予言に関して確認しておきましょう私たちは イエス・キリストがベツレヘムに誕生したことを新約聖書から知っていますが実はキリスト誕生の約800年ほど前からその生誕の場所に関する予言が旧約聖書には記されてありますベツレヘム・エフラタよ、あなたはユダの種族のうちで小さいものだがイスラエルを治めるものがあなたのうちから私のために出る その出るのは昔から古の日かららの日であるこれ以外にもキリストの罪のない生涯キリストの十字架の苦しみなどおよそ300以上の予言が旧約聖書に記されてありそれらは新約時代にすべて成就しました。また2番目の予言タイプであるイスラエルの家に与えられた「 警告の予言についても確認しておきまししょうしかしもしあなた方が私に聞き従わないで安息日を性別して守ることをせず安息日に荷を携えてエルサレムの門に入るならば私は火をその門の中に燃やしてエルサレムのもろもろの宮殿を焼き滅ぼすその火は消えることがない さらにこの警告についての予言は、どのような経緯でそうなるのかについても記されてあります。主はこう仰せられる。見よ。私はあなたをあなた自身とあなたのすべての友達に恐れを起こさせるものとする。彼らはあなたが見ている目の前で敵の剣に倒れる。私はまたユダのすべての民をバビロン王の手に渡す。 彼は彼らを捕らえてバビロンに移し剣を持って殺す世界史を学べばこれらの予言がバビロン捕囚の時に2つとも完全に成就したことがわかりますこのように旧約聖書の予言が今日に至るまでことごとく成就したことを考える時に私たちが今注目すべき予言は3番目の 未来にににおけるる事件関する予言になりますなぜならそれは前例の2つのタイプの予言が成就したように間違いなく私たちのこの時代に成就するからですそして今回は特にその中でも緊急性を要する予言について皆さんと確認してみたいと思います主の言葉が私に望んだ人の子よ あなたの民の民人々に語って言え。私が剣を一つの国に望ませる時その国の民が彼らのうちから一人を選んでこれを自分たちの見守るものとする彼は国に剣が望むのを見てラッパを吹き民を戒めるこの予言の中で私が剣を一つの国に望ませるとは何のことでしょうか これは、イスラエルの家として表されている、私や皆さんの教会に剣で表された神の刑罰が下るという予言なのです。しかし神は、いきなり教会に刑罰を下されるようなお方でしょうか。そうではなく、その前にあらかじめ警告のラッパを吹いて、教会を戒めると予言されているのです。 そしてそれは鶴見が望み始めるという前兆があるというのですこの前兆とは何でしょうか旧約聖書の中では剣と飢饉と疫病は多くの場合神の刑罰としてセットになっています主なる神はこう言われるあなたは手を打ち足を踏み鳴らしていえああ イスラエルの家のすべての悪しき憎むべきものは災いだ。彼らは剣と飢金と疫病に倒れるからである。遠くにいるものは疫病で死に、近くにいるものは剣に倒れる。生き残って身を全うするものは飢金によって死ぬ。このように私は我が生きりを彼らの上に漏らし尽くす。 これらは前兆として、すでに全世界規模で見られ始めています。剣は、世界情勢の不安定さ、例えば、アメリカ撤退とアフガンのタリバン問題、中国、台湾の問題には、その前兆が現れているのではないでしょうか。また、基金は、異常気象や稲子の大群による食糧難の問題に、 また疫病はコロナの世界的なパンデミックに現れているのではないでしょうか。これらの前兆が見られ始めた今こそ私たちは神の警告に耳を傾けるべきではないでしょうか。実は神は現代のイスラエルの家であるさまざまなキリスト教会が大きな罪に陥っていると警告しておられるのです。 それが教会に神のの刑罰が下る理由なのですそれらの教会が陥っている大きな罪について聖書から見てみましょう。エゼキエル書にはこれらの罪が大きく分けて3つの大罪として描写されています。まず最初に1つ目の大罪については次のように記されてあります。 時に彼は私に言われた。人の子よ、目を上げて北の方を望め。そこで私が目を上げて北の方を望むと、見よ、祭壇の門の北にあたって、その入り口にこの妬みの偶像があった。彼はまた私に言われた。人の子よ、あなたは彼らのしていること、すなわちイスラエルの家がここでしている大いなる 憎むべきことを見るかこれは私を聖女から遠ざけるものであるしかしあなたはさらに大いなる憎むべきことを見るだろうエゼキエルに示されたこの幻によると神を礼拝すべき教会の中に妬みの偶像が持ち込まれていたというのです。 この妬みの偶像とは一体何でしょうかそもそも誰が妬むのでしょうか聖書の中には神は妬む神という言葉があるのを皆さんはご存知でしょうかえ神様って嫉妬するのと疑問に思う方もおられるかもしれませんね実は日本語の妬みという翻訳は 適切な役ではなく本来なら熱烈に愛する神という表現の方がニュアンス的には近いかと思いますつまり神は私たちを創造された故に私たちを熱烈に愛する神なのですそして神は私たちがどんなことにおいてもご自分に頼ることを常に望まれておられるのですしかし今日の教会において このの熱烈にに愛する神よりりも人間的ななな知恵や方法に頼りがちでではないでしょうか例えばどこの教会でもそうだと思いますがコロナ禍においてリモート礼拝などになったために献金が集まらないという問題に直面した時まずどこに解決を求めるべきでしょうか。教会信徒に献金を振り込んでください。 といううメッセージを送るべきでしょうか確かにそれは人間的には最善かつ確実に献金が集まるかのように見えるかもしれません。しかしまず一番に考えなければならないことはなぜイスラエルの家である教会が献金不足の事態に陥っているかというところではないでしょうか。たとえコロナ禍であったとしても 神の保護の対象である教会を神は養ってくださるはずではないのでしょうか神は5000人をたった5つのパンと2匹の魚を用いてそれを見てで増やし養らなかったでしょうか聖書はそのような約束に満ちていますしかし我々の現状がそうでないとすれば神が勝手に約束を破ったのでしょうか そうではなく教会側に神が祝福できない何か問題があるのではないでしょうかその原因を神の御前にひざまずいて今必死に祈り求める時ではないでしょうかつまり一つ目の滞在とはエゼキエルの幻に示されたように教会が今まで熱烈に愛する神をおろそかにして妬みの偶像である 目に見える世俗主義を一番に求めてきたということなのですさらに二つ目の滞在についてエゼキエルは次のような幻を神から見せられましたそれは一つ目の罪よりもさらに大いなる憎むべきことでした彼は私に言われた入って彼らがここでなすところの悪しき憎むべきことを見よ そこで私が入ってみるともろもろの這うものと憎むべき獣の形およびイスラエルの家のもろもろの偶像が周りの壁に描いてあったまたイスラエルの家の長老70人がその前に立っていたシャパンの子ヤザニアも彼らの中に立っていたおのの手に航路を持ちそして その甲の煙が雲のように昇った。時に彼は私に言われた。人の子よ、イスラエルの家の長老たちが暗いところで行うこと、すなわち、おののその偶像の質で行うことを見るか。彼らは言う、主は我々を見られない。主はこの地を捨てられたと。また私に言われた。 あなたはさらに彼らがなす大いなる憎むべきことを見る。そして彼は私を連れて主の家の北の門の入り口に行った。見よ、そこに女たちが座ってタンムズのために泣いていた。その時彼は私に言われた。人の子よ、あなたはこれを見たか。これよりもさらに大いなる憎むべきことを見るだろう。 このエゼキエルが幻の中に見た驚くべき光景は教会指導者の立場である長老70人が隠れて何かをしていたのです。彼らは一体何をしていたのでしょうか実は航路を用いてもろもろのハうもの憎むべき獣の像を礼拝していたのです。これは当時の状況を記してある。 ダニエル書からも分かることなのですがバビロンの王ネブカネデザルがバビロンの知者とされていた魔術師や法術師たちを王の夢の解き明かしのために召し寄せた状況と同じことが神の教会でもなされているということになります次の聖句を読んでみましょう信じる者にはこのような印が伴うすなわち 彼らは私の名で悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をつかむであろうまた毒を飲んでも決して害を受けない病人に手を置けば癒される実はこの聖句こそ救いの根拠であると教えているキリスト教会では実際に牧師が礼拝にガラガラ蛇を用いて礼拝をする教会もありましたそしてそこでは 礼拝にノック音楽が用いられ、威厳を語り、癒しの奇跡を行います。果たしてこれらの奇跡は、神の精霊の見業なのでしょうか本当にキリストは、このような奇跡に救いの根拠があると聖書で教えているのでしょうか皆さんはどう思われるでしょうかちなみに、牧師も含めて、 現在に至るまで蛇に噛まれて死んだ人は100名近くいるとのことです。私はこれらの奇跡はサタンの技である心霊術であると考えています。しかしこのような教会の多くのクリスチャンはそれが心霊術だと知りながらそのような悪魔礼拝を行っているわけではないと思います。エゼキルににあるように 長老70人で表された教会指導者たちからこれらの奇跡は精霊の御技であると教えられてきたことも神はご存知なのですだからこそ神は教会に刑罰が下る前にその罪を指摘されたのですしかし実際にこのような心霊術の奇跡を経験したクリスチャンは なかなかこの概念から抜け出すことが困難であることもまた事実です。なぜなら、このような奇跡に預かったことが一流のクリスチャンの証拠だという認識が教会の中にあり、今まで没頭してきた特別な経験を否定されるなら、非常な喪失感と怒りに陥るからです。エゼケルの幻では、まさにその様子を 女たたたちが座ってててタンムズのためにに泣いていたといいとう表現に表現されていますこのタンムズはまさに異教のバビロンの中で信じられていたシュメール地方の神であり心霊術の奇跡をなかなか捨てられずに慕って影響を受けている様子が幻の中に見られます。このように威厳や癒しなどの奇跡に救いがある。 という教えに没頭する時バビロンの知者と同じ心霊術を取り入れた悪魔礼拝を行っていると神は言われるのですつまり二つ目の滞在とは心霊術を取り入れた異教バビロンの礼拝形式を教会内で行ってきたという事実になりますさらに三つ目の滞在について エゼキエルは次のような幻を神から見せられましたこれはこの二番目の滞在よりもさらに大いなる憎むべきことでした彼はまた私を連れて主の家の内庭に入った見よ主の宮の入り口に牢と祭壇との間に二十五人ばかりの人が主の宮にその背中を向け顔を東に向け 東に向かって太陽を拝んでいた。時に彼は私に言われた。人の子よ、あなたはこれを見たかユダの家にとって彼らがここでしているこれらの憎むべき技は軽いことであるか彼らはこの地を暴虐で満たし、さらに私を怒らせる。見よ、彼らはその花に木の枝を置く。 このののつ目にによって、神の怒りは頂点に達します。まずこの憎むべき罪が行われていた状況について「主の宮にその背中を向け顔を東に向け東に向かって太陽を拝んでいた」とあります通常主の宮は東から西に向かって奥に入りその一番奥に 神がご臨在される死聖女となっていました。つまりこの25人ばかりの人たちは神の死聖女に対して背を向けて太陽を礼拝していたというのです。神は彼らのこの態度に「彼らがここでしているこれらの憎むべき技は軽いことであるか?」と尋ねておられるのです。多くのクリスチャンは、 神様に背を向けてそんなひどいことをするはずないでしょうとおっしゃられるかもしれません。しかし、キリスト教会の歴史を研究してみますと、実際、人時代の後に、初期のキリスト教会の中に、異教の習慣が取り入れられてきたという記録があります。その時代背景について少し説明いたしますが、当時は、世界帝国としてローマが、 アジア・ジヨーロッパの支配権を握っていましたそのような時代の中で特に皇帝礼拝を拒絶するクリスチャンを殺害迫害してきたローマ皇帝はいくら迫害しても迫害してもクリスチャンには全く効果がなかったので今度は逆に西暦313年コンスタンティヌス帝がミラノの勅令において キリスト教を公認するようになりまし,たしかし迫害が終わって以来キリスト教会は徐々に世俗化していきますそしてついにローマ帝国のミトラ教を取り入れた新しい宗教が誕生しますこれがローマカトリック教会になりますそしてこの教会は中世時代に非常に繁栄してきましたがこの ミトラ教とキリスト教が混ざった聖書の教えとは違う独自の教理を受け入れないクリスチャンは異端者として家計にさせられましたその結果多くのクリスチャンがローマカトリック教会を通してミトラ教の教理を受け入れるようになりクリスマスやイースターなどを教会で祝うなど 今日のキリスト教会にはその影響がまだ残っているのです。しかし、エゼキエルの幻の中で神が滞在とされるのはそれらではないのです。実は、ミトラ教は太陽礼拝、すなわちバール礼拝に起源があります。そして、ローマカトリック教会は、この太陽礼拝を礼拝日の中に取り入れたのです。つまり、 3番目の滞在にあたる者こそ日曜日に神を礼拝するという形で太陽礼拝の影響が現在もまだ多くのキリスト教会の中に残っているということなのですさらにダニエル書にはこの「滞在」についてすでに予言されていました彼は意図高きものに適して言葉を出しかつ 意図高きもの,の生徒を悩ます彼はまた時と立法とを変えようと望む生徒は一時と二時と半時の間彼の手に渡されるこの予言で彼とはダニエルその中で「小さい角」と呼ばれるローマカトリック教会の最高権威者であり西暦364年のラオデキア公会議にて すべての教会は日曜日に神を礼拝しなければならないことがこの教会の権威によって確定したのです。これはまさしく時と立法を変えようとするダニエルスの予言の成就になります。つまり時は神の礼拝日を週の第7日である土曜日の安息日礼拝から太陽礼拝の日曜日に変えさらに立法は モーセの実会を書き換えてローマカトリック独自の実会を新しく制定したのですそして今日に至るまでその影響力が教会の中で普遍的に残っているのですローマカトリック教会は神から与えられた教会の権威によって安息日礼拝を廃して日曜礼拝にしたことを歴史的な事実として公式に認めています 果たして神はモーセの実会を書き換える権威を人間に与えられたのでしょうか実はこれは永遠の神に対する挑戦なのですつまり神の権威に従うかそれとも人間が定めた教会の権威に従うかという戦いなのですそして私たちにとっては善悪を知る木の実を取って食べるかそれとも食べないかという アダムとエヴァが神かサタンかを選ばなければならなかったことと同じなのです。それゆえに神はこの挑戦に対して次のように宣言されます。それゆえ私も生きってことを行う。私の目は彼らを惜しみ見ずまた哀れまない。たとえ彼らが私の耳に大声で呼ばわっても私は 彼らの言うことを聞かない。神はいよいよこれから教会に刑罰を下されるというのですしかし多くの善良なクリスチャンたちはまだこの事実を知らずに神を愛しそして神の御前に忠実に生きようとしていますだからこそ神はそのような善良なクリスチャンに対して教会に刑罰を下す前に 単眼のこもった哀れみ深い最後のメッセージを投げかけてくださったのです。あなたは彼らに言え、主なる神は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻て心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ あなたはどうして死んでよかろうかもし今回のエゼキール書における三つの大罪のどれか一つでも個人的にまたは教会が関わっているという事実があるならばすぐに悔い改めて心をひり返すならば今ならまだ間に合います神の刑罰は目前に迫ってはいますがそれが下される直前に 神は私たちを救われるのです。しかし神の最後の嘆願と憐れみのメッセージを無視して最後まで罪に固執するならば神はことを行うと言われます彼に言われた街の中エルサレムの中をめぐりその中で行われている全ての憎むべきことに対して嘆き悲しむ人々の額に印をつけよ また私の聞いているところで他の者に言われた。彼の後に従い町をめぐって撃て。あなたの目は惜しみ見るな。また哀れむな。老若男女をことごとく殺せ。しかし、身に印のある者には触れるな。まず私の聖女から始めよう。そこで彼らは宮の前にいた老人から始めた。ここに、 神の刑罰の描写がありますが、もちろん、エルサレムに例えられる神の民、すなわちクリスチャンがまず対象となります。さらに、聖女から始めを、すなわち、神の礼拝がなされるべき神の教会が刑罰の対象となっています。そして、老人から始めたとは、特に教会指導者が 最初のの対象者ととなるというのですしかしここで刑罰を下す見使いに「印のある者には触れてはならない」とあります。これはどのようなことでしょうか。神の御前に忠実な者たちはこれら3つの滞在に同調しない者または既に悔い改めてこれらの罪を離れている者たちです。そして 教会内で行われているこのような憎むべきことに対して心を痛めて嘆き悲しんでいますそして神は神と同じ愛と哀れみの品性を持つ者には特別な印をつけるというのですそしてその特別な印によって彼らは刑罰を免れるのですこれらの刑罰は非常に厳粛でありますが また希望もあります。神の警告に耳を傾ける者たちには、この刑罰は決して及ばないという約束なのです。もし私たちの周りにこれらの罪に陥っている人がいるならば、私たちはその人のために何ができるでしょうか。神は私たちそれぞれにご計画をお持ちかと思います。私たちはそのご計画に沿って、 忠実にその役割を果たせるように神に祈り求めていきたいと思います。神の刑罰は刻一刻と迫っていることを常に覚えて共に備えていきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する御祭天皇お父様私たちは教会内に 妬みの偶像を置き、あなた様よりも世俗的な目に見えるところに解決を求めるようなそのような罪を犯しました。また私たちはあなた様の見舞いに異教の心霊術を礼拝の中に取り入れ、超自然的な奇跡を精霊の救いの印であるとそのように教えられそれを信じてきました。また私たちは知らずして太陽礼拝、 すなわちバール礼拝を行ってきましたどうぞこのような罪を犯してしまった私たちを憐れんでくださってお許しくださるようお願いいたしますあなた様の裁きと刑罰は目前に迫っておりますけれどもしかしあなた様の救いの約束に希望を持ちたいと思いますどうぞこの厳粛なメッセージを信仰によって受け止め また、それにに備ええていいいくく力をししもべたたたちおお与えくださるようお願まいいますまた罪の中に歩んでいる方々のために、しもべたちがなすべき働きがあれば、どうぞその知恵と力をお与えください。これらの祈りを感謝して、愛する救い主イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお下げいたします。アーメン